ダンカン・マッカーサーダンカン・マッカーサーは、アメリカ合衆国オハイオ州の連邦党、国民共和党の政治家である。第11代オハイオ州知事。ニューヨーク州、ダッチェス郡のスコットランド系移民の家に生まれ、ペンシルベニア州西部、後にケンタッキー州に移り、原住民の保護官として雇用された。1797年、マッカーサーは、 オハイオ川を渡って1803年に州都となるオハイオ州チリコシーに移った。マッカーサーは周囲の土地に投資することで豊かになった。米英戦争中民兵を務めていた間に彼はオハイオ州の第三選挙区から連邦会院議員に選出されたものの民兵を務め続けることをこの未職に的確ではなかった。彼はオハイオ州議軍のに任命され、 デトロイトのウィリアム・ハル将軍の副司令官となった。ハルが降伏した時、マッカーサーとルイス・カスタイサはデトロイトにおらず、そしてハルが降伏に両者も含めたことを聞き容いに起こったとされる。英国の軍人が降伏を知らせた時、怒りのあまり彼は検証を無視意見を壊したという。それからマッカーサーは仮釈離されてオハイオ州に帰った。彼は、 アメリカ陸軍巡将に任せられ、テムズの戦いの間、ウィリアム・ハリソンの下で旅団を指揮した。その後まもなく、ハリソン辞任後に北西部の軍の責任者になった。マッカーサーは、その後、オハイオ州会議員と、州上院議員、1823年から1825年までは、連邦会議員を一期務め、1830年には、州知事選挙に当選。 知事を一気務め再選は狙わなかった。ありがとうございます。